大人が英語を読むなら武田です。英語です。TOEIC 初学者向け2024年版おすすめ教材。おお、なるほど。はい、今回からですね、うん、目標スコア別に、うん、こうどういう参考書使っていったらいいのか教えてくださいっていうね、はいはいはい、企画やっていきたいんですけど、うんうん、まあ、もう一先生にですね、まあ、たくさんのこうTOEICで悩んでる人たちを指導してきていると思うんで、はい、もう初学者の方がこう400点ぐらいまず目指していきたいなってなった時に、うん、やった方がいいんじゃないっていう参考書をですね、もう一挙まとめて教えてほしいなと思ってます。わかりました。なのでこの動画めちゃくちゃいい動画になると思うんで、ぜひ参考にしていただいて目標達成してもらえればなと思います、はい、まずは単語ですか。はい、単語はやっぱり手前味噌だからってやつですね。はい、TOEIC選んであるテスト品質英単語ありますんで、はいはい、そちらやっていただければいいんじゃないかなと思います。そうですね、はいはい、でかつこの品質英単語に収録されている単語を聞き流し音声としてね、はい、こう耳からインプットできるようにした動画も出てますので、はい、そちらも見てください、はい、続いてはじゃあ文法ですね、はい、文法はゼロから稼げるドリルですね。お、はい、こちらがございますので、はい、そちらをやっていただければいいかなと思います、うん、はい、これただまあやっててできるようになってったとしたらですね、うん、TOEIC選んであるテスト文法問題初めの400問、はい、これに、うん、まあ、後々入っていけたらいいなですね。うん、はい、初級者が取り組むとあの最初のあのセクションすごい長いんですよね、はい、禁止の説明がまあ詳しくあるっていう感じですね。で全体的なものとしては、まあ、書き込みドリルの全パート入門編はいはい、ですかね。総合対策ってことですね、はい、うん、でリスニングに関しては、ゼロからスコアが稼げるドリル、お、はい、また出てきましたね、はい、まあ、これワンツーになるので、うん、まあ、3,4 は多分もう最初は難しすぎて高すぎてだと思うので、うん、でその後に、まあ、リーディングであれば中村澄子先生のですね、はい、パート7のこの回答のテクニックというのがあると思いますね、うん、でさらにはここから公式教材に行くんだったら、はい、まあ、500プラスですかね。なるほど、公式問題集じゃなくて500プラスの方が、はいはい、このレベルだったらいいよと。公式問題集はちょっと難しいかなと思いますね。これでまあパート3、4とかでやって、でさらにはまあこれちょっとむずいよっていう人とか、これプラスでやるっていうんであれば、うん、金のパッケージですね、はいはい、総合対策本ですね。この前こちらの動画でね紹介した金のパッケージ、はいはい、ここに行ってほしいかなと思いますが、うん、ただやっぱり単語できるようになってないとダメなんで、うん、だから一番大事なのはこのスコアが稼げるドリルと品質英単語ですね、うん、この2つをきちんとできるようにしてからって感じですね。で書き込みドリルまでできて、だいたいいろんなこと分かってきたよ、基礎的なこと分かったよっていう状態で入るといいかなと思いますね、うん、そうですね。なんかこれをね一周さらーっとやってね、はい、5割ぐらい正解できるようになりましたっていうのでね、うん、行くんじゃないですよね。そうですね、はい、それだと公式教材の500プラスでも金のパッケージでもボコボコにやられてしまうと思います、はい、そうですよね、はい、で本当にそこは基礎の基礎なんで、まあ、なんならもう 100% 答えられるぐらいのね、はい、完成度を目指してほしいですよね、うん、はい、そうだと思います。まあ、品質英単語もね、600単語収録されてますんで、はい、そんなに語彙数が多いこのね単語帳じゃないので、はい、もう何度も何度も周回してもらってもう完璧にしていってほしいですね。そうですね、はい、じゃあ今回はね、まあ、TOEIC 初級者がね、はい、やるべき参考書について、紹介したんですけれども、まずはこいつらをもう完璧にしてもらって、でこれが完璧になったら次に出す動画のね、そうですね、見ていただいてね、はい、よりレベルアップしていってもらえるといいんじゃないかなと思います。あとはもうこれでそれぞれパートごとにちょこちょこやりたいよとかっていうんだったら初心者特急ってありますんで、特急シリーズにもあれそれぞれのパートあるんで、はいはい、そちら見てみてもいいかなと思います。ということで今回は森田先生におすすめの参考書をまとめて教えてもらいました。また次回の動画でお会いしましょう。